どうも、こんにちは。ザワチャンネルです。今日はですね、やはりもうこの時期、まあ日本ではね、今トラックシーズン真っ只中で、ちょっとあれなんですけれども、フルマラソン、特に僕が愛するナイキがですね、ブレイキング2プロジェクト、これを立ち上げておりまして、5月にこのプロジェクトの総決算でありますフルマラソン2時間切りに挑むということでね、ちょっと今日これ喋ってみたいなと。まあナイキは本当今ね、マラソンにめちゃくちゃ力入れてます。大迫選手、そしてラップ選手もボストンマラソン、そしてベケレ選手もロンドンマラソンと、ファラー置いてけぼりでするんじゃねえよみたいな感じなんですけれど、とりあえずナイキこのブレイキング2プロジェクトにね、もうしっかりと照準合わせてきているというところなんですよね。でもシューズもこのブレイキング2やるために、今はズームベーパーフライエリート、あれを、ベケレ選手も履いてるし、昨年のリオデジャネイロオリンピックの金銀銅を取った3人の選手、こちらの選手もしっかりとこのズームベーパーフライエリートを履いて、メダルを取って結果を残していると。でこれをさらに改良したのが今回、このブレイキング2プロジェクトで使用されるシューズということで、でもう6月8日にですよ、もうそのシューズの市販化が発表されております。一般発売。特に今回、まあ、アディダスといえばブースト機能ですけれども、このベイパーフライには、カーボンファイバーがこのソールに埋め込まれているというところで、しかもこのブレイキング2で使用する、そのシューズには、なんと、ベイパーフライに使用するエネルギーの、また 4% を助けるみたいな、軽減するみたいな、またそれぐらいの機能を兼ね備えたシューズが、この、使われるやつなんですよね。いやー、これほんととんでもないなと。まあ、しかも今回、初めは市街地のマラソンコースを設定しようと思ってやってたらしいんですけれども、サーキット。イタリアのモンツァサーキットで周回コースでフルマラソンやっちゃおうと。しかもこのモンツァっていうのが気象条件がめちゃくちゃいいらしくて、風もないらしいんですよね。で、結構どんより、曇ってたりもするんで、気圧、湿度、そして場所も最適だと。このフルマラソンをする環境においては最適だというところでここが選ばれていると。いや本当サーキットでマラソンっていうのも本当に発想ですよね。まあこれが公式記録として認められるか認められないかはわからないですけれども、もしもですよ、サブ2、ブレイキング2やっちゃった日にはこのナイキのこの宣伝効果、インパクト、とんでもないと。いうところですよね。ますます僕もナイキの虜になっちゃうんじゃないかなと。まあ、6月8日、こちらのシューズの一般発売。まあ、僕がよく行くですね、ステップスポーツ広島店、入会があるかどうかわかりませんけれどもですね、もしも発売された暁にはですよ、買っちゃいたいなと思っております。もうすべての人脈と、コネクションを利用してですね、ぜひとも、入手したいなと思っております。さあ、果たしてですね、あの3選手が、このブレイキング2、この前人未到の大偉業をですね、成し遂げることができるかどうか、大変注目が集まります。ゾウチャンネルでした。